プログレス M-63 は2008年2月5日に打ち上げられたプログレス補給船。国際宇宙ステーションへの補給活動に使用され、バージョンはプログレス M11 回 615A55、シリアル番号は363。NASA による名称はプログレス28。2008年2月5日13時2分、バイコヌール宇宙基地のサイト1、5からソユーズ。 ユーロケットによって打ち上げられた。2月7日14時38分にピアースとドッキングし、推進剤、酸素及び空気、水、ドライカーゴなど、計 2326kg を ISS に補給した。ドッキングの際は普段通りクルス、自動ドッキングシステムが使用されたが、毎回準備しているが、万が一のトラブルに備えて、ユーリ・マレンチェンコ宇宙飛行士が、 取るバックアップ手動システムを使用して誘導するために待機していた。2ヶ月後の4月7日8時49分にドッキングを解除し、同日11時50分に軌道を離脱した。太平洋上空で待機検査突入を果たし、およそ12時36分に燃え尽きなかった機体の一部は海上に落下した。ありがとうございます。